はい、ついにこの時が来てしまいました。ボクサーツインエンジンの頂点 GS 師匠に試乗です。はい、こんにちは、ベアライダーです。今日はですね、ちょっと自分の R1250R ロードスターの1万キロ点検のために、BMW モトラットさんの方に行ってまして、で今点検している間にですね、試乗車をお借りしました。ボクサーツインエンジンの頂点 GS 師匠です。いやー、実はですね、僕ちょっとあんまりR1250GS の試乗するのあんまり乗り気じゃなかったんですよ、前から。なんでかっていうと、もう散々いろんな人がレビューとかインプレしてるじゃないですか。もういいバイクってもう分かってるので、もう乗る意味ないっていうか、乗る意味ないっておかしいな、乗らなくてももういいバイクって分かってるし、あとはですよ、R1250GS といえばですよ、言うまでもなくボクサーツインエンジンの世界の頂点に立つ絶対王者じゃないですか。で、自分が乗ってる R1250R とか R1250RS とか、まああれ言ってしまったらあれですよね、お笑い界で言ったら GS の射程ですよ。もちろんただの冗談ですので、本気になって怒らないでください。射程って言ったら怒られるな。射程じゃないんですけど、まあまあ、あれですよね。じゃあ、絶対王者誰なのって言われたら、R とか RS っていう人いないと思うんですよ。GS じゃないですか。で、RS さんは自分の兄弟弟子だと思ってたら、なんか自分より人気あるし、あとあれですよね、ボクサーツインといえば、昔からの空冷ボクサーツインを引き継いでる。俺が元祖だと言わんばかりの R90兄さんがいるわけですよね。王者は GS だけど、やっぱり我々にとって兄さんって呼ぶのは R90 さん、 R90兄さんになるわけですよ。で、その R1250R、 まあ弟子の中でも一番人気がないやつですね。まあそれにまたがってる私がGS 師匠に乗ってですね、これがいいだの、あれがダメだの、もうそんなこと言うのおこがましいと。くどいですが、本気で怒らないでください。いうことは分かってたので、いやー、ちょっとこの GS 師匠にまたがるのはですね、腰が引けてたんですよね。で、ただですね、先日自分、SXR と R1250R ロードスター、4気筒と2気筒のバイクどっち乗るか迷うっていう動画出したんですけど、そのコメントでですね、いや、あなたにはやっぱり GS だと、両方のバイクを集約して満足できるのは GS だということで、 GS に乗ってみろというコメントをいただいた方が複数名いらっしゃってですね、はあ、やっぱり食わず嫌いはダメかということで、ちょっと今回は、モトラットさんの方にお願いしまして、 R1250GS をお借りしてます。で、もう細かいスペックとかですね、いろんなここがいいあそこがいいっていうのはもう出尽くしてると思うので、ちょっと自分は立場変えてですね、自分は今 SXR の2020年モデルと R1250 ロードスター、ボクサーツインの2020年モデルっていうのを乗ってるオーナーが、R1250GS に乗った時にどう感じるかということで、自分が乗ってるバイクとの差分を中心にインプレしていきたいと思います。一般的なインプレではありません。 GS はすでに褒め尽くされているので、 R1250R と S1000XR との違いにフォーカスします。
3時間ぐらいだけの試乗なんで、レビューというほどまでは言えません。あくまで、ファーストインプレッション、インプレということで、これからちょっと進めていきたいなと思います。実は今、ここに来るまでも、もう15分か20分ぐらい、街中走ってきたんですけど、第一印象はですね、あまりにも予想通りすぎて笑けてくるぐらい、あまりにも予想通りでしたね。あまりにも予想通りっていうのは、自分 R1250R 乗ってるわけじゃないですか。で、年式も同じですし、まあまあほぼフレームとか見る感じで言ったら同じなんですよね。で、エンジンも基本的に同じと、多分そういうパワートレイン周りはまあ、こんな感じだろうなって自分が想定してた内容。あとは、車格っていう話で言ったら、多分 SNXR と似てるんだろうなと思って。で、SNXR の車格を想像してたら、まあまあまあ、だいたい予想の範囲内ですね。むしろですね、ちょっとこれは自分の主観が入ってますけど、SNXR よりも、ちょっと車格的には幅少し狭いぐらいに感じます。SNXR って、樹脂パートの部分ですけれども、結構こう、筋骨隆々というか、結構ね、こう、横にはみ出てるんですよね。で、結構そこがデザイン的に気に入ってるところでもあるんですけど、R1250GS は巨大な、車格っていう感じで、もう、皆さんがデビューしてるので、いやー、俺乗れんのかなと思って、またがってみたら、ああ、SNXR と同じだ。いや、下手したら SNXR より、ちょっと、なんか、現実的な、車両重量じゃなくて、なんか車格だけ見たら、なんか、いけそうだなっていう感じの、特になんかこう、うわ、巨大っていう感じの印象はなかったですね。多分 GS アドベンチャーになってきたらもう全然違うんでしょうけど、今日乗ってるのは GS なので、まあ SNXR と変わらんか、まあ下手したらちょっとむしろ細く感じるぐらいっていう感じですかね。で、またこの乗車姿勢に関しては、これも予想してたんですけど、以前自分F750GS のレビューさせてもらったんですよ。で、ちょっと2週間ぐらい、ちょっと長期でお借りしてたことあるんですけど、多分あれと似たような感じなんだろうなと思ってたら、もうまさにその通りでしたね。まあ、簡単に言うと、ハンドルに手を伸ばしたときに、背筋はピンですよ。で、ここはですね、やっぱり自分が乗ってる S1000XR とか R1250R ロードスターとはちょっと違うとこですね。前傾の具合に関しては。S1000XR は同じアドベンチャーっていうカテゴリーではあるんですけど、この GS よりはやっぱり前傾ですね。もうちょっと軽い前傾が入ってるっていう感じだと思います。で、ロードスター、R1250 ロードスターは、その S1000XR の軽い前傾よりも、さらにもうちょっと気持ち前傾みたいな感じで。まあ、このポジションだったら、確かに1日乗ってても、なんかこう、肩が凝ったりとか、そういうのはちょっと無縁な感じしますよね。で、足つきに関してはですね、これはGS の2020年モデルのスタンダードと、日本のスタンダードっていうことなんで、ローダウンっていう感じで、その場合にはスペック上のシート高でいうと820ミリになります。で、この820ミリっていう値は自分が乗ってる R1250R の、スタンダードも820ミリなんで、シート高的には同じっていうことになると思います。で、自分はR1250 ロードスターの場合には820ミリっていうシート高に反してですね、多分ダイナミックイーサーの電子制御サスの、車高の調整の機能も相まって、まあ両足かかとつくような感じなんですよね。で、この GS に関してもほぼかかとつきます。ただちょっと気持ち R1250 ロードスターと比べるとかかとが少しだけ浮いてる感じで、多分これはですね、シートのやっぱり幅だと思いますね。
あの BMW モトラットさんの場合にはレッグインナーカーブでしたっけ、シート高だけじゃなくて、そのシートの幅とかも含めて、内股、足の内側の方のラインがどれぐらいの距離になるかっていうレッグインナーカーブっていうのをスペックでも出されてますけど、多分それ比較してないですけど、やっぱりロードスターの方がちょっとだけその数値小さいんじゃないですかね。やっぱり GS の方が少しだけ、シート幅があるのか、少しこう股を開いてる感じが感覚的にもします。まあ、ただ SXR とか R1250 ロードスター乗り慣れた私にとっては転倒のリスクを感じるとかっていうのはなんか無縁な感じしますね。いや、やっぱりこのほぼ垂直姿勢のポジションに、しかも R1250 のボクサーツインの扱いやすいエンジン、やっぱりこのバイクは楽ですね。もう僕が改めて言う必要もないぐらい楽ですね。このバイク、R1250GS と自分が乗ってる R1250R、まあ、これの多分一番の違いっていうのはフロントのサスペンションってことになると思うんですが、まあ、R1250R あるいは RS っていうのは一般的なテレスコピックの、フロントのフォークっていうのがついていて、この GS は、テレレバーという形で構成されていると。まあ、よくその、テレレバーの効果として、まあ、ノーズダイブしにくいとかそういう話は見たことあるんですけど、これ意外とあれですね、同じ R1250 シリーズなんですけど、R あるいは RS と GS の決定的な違いって結構やっぱりコーナリングの特性がなんか随分違うような気がしました。まあ、ちょっと短い試乗時間、数時間の試乗時間なんではっきりしたことは言えないですけど、やっぱり1250R とか普通のテレスコピックのフロントフォークの場合にはやっぱりコーナー前でブレーキをかけてフロントのフォークが少し縮んで、でそれがこう伸び上がるっていうのに合わせてこうコーナー曲がっていくっていう感じになると思うんですけど、この GS のテレレバーの、サスの場合にはなんとなくちょっとこう自分が慣れてないっていうだけなのかもしれないですけど、なんかすごい違和感があります。でその違和感があるって言ってるのは、何でしょうね、やっぱり車体の挙動が普通のバイクと違うので、あれここはちょっと車体がこう切れ込んでくみたいな感じの感覚がなんかこの GS の場合にはなんかちょっとなさすぎて、これは慣れの問題なのかもしれないですけど、ちょっと違和感がありますね。だから多分車体を常に安定させてる、常に水平に保ってるっていうのに主眼を置いてるから、まあ、こういう動きを意図的にしてるんでしょうけど、カーブを曲がってる間に姿勢変化がなさすぎてなんか少しこう、逆に普通のバイクに慣れてる人が乗ると違和感を感じるっていうところなんじゃないですかね。多分これこの GS に乗り慣れてしまった後は別にこれが何とも思わなくなるんだとは思いますけど、よくGS を乗ってらっしゃる人がその車体が大きいのにコーナーパタパタ寝るっていう、クイックに寝るっていう話をよく、されてるのをなんか動画で見たことあるんですね。まあ確かに、それはこの、巨体から想像する重さを感じない、でボクサーツインのエンジンが下の方についているので、イメージに反してこう左右の傾きが速いっていうのはクイックに寝てくれるっていうのはなんとなくそれは納得します。でただですね、 R1250 ロードスターに乗り慣れてる自分からするとなんかむしろ、やっぱり
ていう感じがしましたね。それぐらいあのロードスターはあれはもうなんだこれっていうぐらいのコーナリングマシンだと思ってるんですよ自分は。で、あんまりそういう特徴の、なんかこう扱いされてないですけど、ロードスターのコーナリングっていうのはやっぱりちょっといい方にかなり特徴があって、飛び抜けてる感じがするんですね。で、同じエンジン同じフレーム基本的に使ってるんですけど、多分さっきのフロントのテレスコピックフロントフォークの場合と、あとはテレレバーの、というフロントのサスペンションの作りの違いによって生じる車体のなんかこう動きの違いによってですね、やっぱり、これは決してあの何て言うんでしょうね、否定してるんじゃないですよ、否定してるんじゃないんですけど、ちょっとやっぱり挙動がかなり違いますね。で、やっぱりロードスターに乗り慣れてる僕からすると、あの一般的にクイックだパタパタ綺麗に寝るって言われてるけど、なんかやっぱりちょっとこう、姿勢が変わってくれるのに、少しこう時間を要するっていう感じしますね。まあただそれはあのあえて今日は一般的なあのインプレレビューとは違って、自分が S1XR あと R1250R ロードスターのオーナーであるという立場から、その車種との違いみたいな感じのところを、フォーカス当てて話しているので、あのさっき、ちょっとコーナリングの違いとかをロードスターとのコーナリングの違いとかって話しましたけど、まあ、ただそれは比較したらというだけの話だって、やっぱりこの、車体でやっぱりこの、コーナリング性能っていうのはやっぱり驚愕なんでしょうね。やっぱりこういうガタガタ道行った時には、テレレバーの、そうですね、あれでもテレレバーって意外とあれなのかな、硬いのかもしれないですけど、なんかロードスターと比べるとリアはほぼ同じ挙動なんですけど、ちょっとフロントの、突き上げがちょっと大きいような気するな。別に普通にロードモードのオートだよな。ちょっとあれですね、テレレバーでそういうもんなのかもしれないですけど、ちょっとフロントの突き上げはロードスターよりちょっと大きいような気しますね、こういうあのアスファルトの段差のところに行くとですね。まあただその一方でやっぱりあの最大の特徴であるテレレバーによって、今そんなに急ブレーキかけるとこじゃないんですけど、意図的にガッとかけてみた時の姿勢の変化がないっていうのは、これはもうびっくりですね。今のだったらロードスターだったらグーってどっちがバイクとして自然なのかってあんまり僕には分かんないですけど、なんか逆に姿勢が変わらなすぎて、バイクを扱ってる感が少し乏しいっていうのは感じますね。でこれもあの別に、否定してるんじゃないですよ、いい悪いの問題じゃなくて、そういう特徴ですねっていうだけの話で、あの姿勢が変わらない、常に安定してるっていう、それを実現してるっていうこの GS もすごいと思いますし、まあ、ただ一方で、全くなんて言うんでしょうね、あの姿勢があの変わらないがために、ちょっとこう、コーナーの時とかに、違和感を感じるっていうようなところもあるかなとは思います。自分が乗ってる R1250R と基本的にはエンジンは同じだと思うんですよね。でただ、自分が乗ってる R1250R の場合には、まあ、マフラーも違うので、ね、その違いかもしれませんが、もうちょっとこうドコドコする感じの音があのすると思うんですね。でアイドリングの時の音はそんなに変わらないんですけど、この GS は回転数を上げていくときに4000、5000ぐらいまでの間、特にあのこうヒュルヒュル感がすごい強い音がしますね。キュル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 音がするような気がします。でロードスターの方はもうちょっとですね、あの排気音ももう少しちょっとこう荒々しい感じですね、ドコ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 っていう感じの音がします。
まああれですかね、フロントのスクリーンはダイヤルでこう上下させるタイプなんですけど、SXR よりもノーマルの、スクリーンよりちょっと高いところまであるかな。ただこれダイヤル式って必要ありますかね。あの SXR のやつとかはガタンガタンってレバーで下上って2段階の切り替えなんですよね。でただどうでしょう、このスクリーンってほとんどの方が一番下か一番上しか使わないんじゃないですか。風が嫌いとか、あとは高速走行するときにはまあ一番上まで上げるだろうし、いや街中走ってるときとか気持ちいい場所走ってるときに風を感じたいっていう場合には一番下まで下げるでしょうし、なんかあんまり自分の用途で考えた場合にはスクリーンを途中で止めとくっていう、その中間ぐらいで止めとくっていう用途があんまり見当たらないんですけど、なんかむしろこんなダイヤルハンドルをこうくる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 回すよりレバーでガタンガタンって上下って切り替えられる方がなんか便利なような気がしました。いやーなんかね、普段自分あの他のバイクに、試乗した時とか、おーっていう感じでこう試乗を始めた時にやっぱり違うバイクに乗った時ってすごくこうびっくりすることがいっぱいあるっていうのが常なんですけど、今日の GS 師匠のこの試乗に関してはまああのほとんど新しい驚きっていうのはなかったですね。やっぱり自分が R1250R 乗ってるからっていうのがすごい大きいんだと思いますけども、いやーだからねこれは違いますね。多分そうじゃない人がこのバイクに初めてまたがった時との感覚の違いなんでしょうね。やっぱりある意味はあの僕は R1250 に普段乗ってるので、もうそこの感動できるところ、ボクサーツインで感動できるところ、あとはこの思ったよりも車体あるいは車両重量から比較して考えた時の倒し込みの軽さとか、いわゆるこのバイクにまたがった時に感動するポイントをもう、体感しすぎてて、で、この GS に乗ってるので、なんかこう自分のバイクっていう感じがしすぎちゃって、なんかこう いいんですよ、もちろんいいんですよ、もう言うまでもなく GS 師匠いいんですよ、いいんだけど、なんかこう改めてうわーっていうのがないっていう感じですね。うんうんっていう感じ。まあこのポジションでこの車体で、後ろにパニアケースつけて旅に出たらまあ快適なんだろうなっていうのは容易に想像がつきますね。まあまあやっぱり GS 師匠は GS 師匠ですよ。あのもう間違いがない、外れがないっていうか、外れとかって言ったら失礼だな、 GS 師匠に。外れじゃなくて、もう王者ですねやっぱね。はい、ということで、今日はですね R1250GS、2020年モデルの試乗ということでお送りしました。まあもう完成度の塊みたいなバイクですねやっぱりね。多くの方がこの GS を選ばれてるっていうのは十分納得できますね。さすがでした GS 師匠、ありがとうございました。